皆さん、怠けながら体操はしていますか？怠け者の健康美容チャンネルの塚です。今回は腰を10回ひねるだけでぽっこりお腹がなくなった体操を行っていこうと思います。体操をしながら説明も行っていきますので、ぜひ最後まで見逃さないようにしていてください。また最後に飲むと痩せる飲み物もご紹介しますので、最後まで見逃さないでください。ここでお知らせです。今、怠け者の健康美容チャンネルでは、朝から体を動かすのがしんどい、一人でやるのは辛い、なかなかダイエットが継続できないという方に、毎朝8時に生放送を行っておりますので、ぜひお気軽に遊びに来てください。それではこれから怠け師個人ひねり体操で撃退していきましょう。今回行うのは3種類だけ。それを10回ずつ行うことで、ぽっこりお腹はなくなり、腰痛も改善されて、体中の血流は良くなり、あなたの体はビルビル細くなっていきますので、一緒にやってみましょう。それでは1つ目、まずはお腹を斜めにひねりながら伸ばすんですが、この時に万歳を組み合わせていきます。足のつま先は正面に向けていただき、肩幅に足を開きます。そしてこの状態のままで両手を重ね、体を斜め方向に万歳をしていきます。この時に引き出しているお腹のあたりがじわーっと伸びてきているかと思います。そこを伸ばしていくと、普段あまり伸びていないお腹の筋肉を刺激することができますので、よりぽっこりお腹の解消につながっていきます。なのでこのまま10回一緒にやっていきましょう。それではいきますよ、せーの、スタート。いきますね。はい、1、はい、2、ぐーっと伸ばしていきましょう。はい、3、ぎゅーっと伸ばして下ろしましょう。はい、4、ぐーっと伸ばして、はい、戻す。はい、5、じわーっと伸ばしていきましょう。息を吐いて。はい、6、ぐーっと伸ばしましょう。はい、7、ぎゅーっと伸ばして伸ばして頑張って。はい、8、ゆっくりでいいですからね。戻して、はい、9、はい、じわっといきましょう。超速い展開。ラスト10、ぐーっと伸ばして、はい、下ろす。 OK です。次に2つ目、次も体をひねっていくんですが、まず肩幅に足を開いていただいて、そして腕を構えます。そしてこの状態になったら、体をひねりながら、股関節の前のぽっこり出た骨、分かりますかね。このぽっこり出た骨を胸に近づけるように、体をぎゅっと縮めます。体を縮められたら、ゆっくりと戻していただいて、この普段動いていない筋肉を動かす、これが早く痩せるために必要なことなんです。それでは10回一緒にやっていきましょう。それではいきますね、せーの、スタート。いきますね。はい、では構えていきますよ。はい、1、2、3、4、5、はい、頑張れ。6、あともうちょっと。7、しっかり引きつけて。8、9、はい、頑張って。10、OK です。こうやって動かしていくと、腰痛も軽減されていきます。それでは最後の3つ目、両足をくっつけましょう。そして、このまま、両肘をこのように押しましょう。そして、手の高さは、肩と同じ高さに上げておきましょう。そして、この状態のままで、体をゆっくりと左右に息を吐きながら、ふーっと吐いて、ひねっていきましょう。そして戻していきます。この体操を行うことによって、左右の筋肉のバランスも整っていき、より姿勢もきれいになっていくんです。そして姿勢がきれいになることにより、ぽっこりお腹もさらに減っていくというわけです。一緒にやってみましょう。それではいきますよ、
せーの、スタート。いきますね。では両肘を持っていただいてバドミントンやります。いきます。1、はい、戻して2、戻して、はい、3、しっかりと息を吐きましょう。戻して、はい、4、はい、戻して、はい、5、戻して、はい、6、しっかりと息を吐きましょう。はい、7、戻して、はい、8、頑張れ頑張れ、あともうちょっと、戻して、9、あと1回、ラスト、10、OK です。はい、では今終わったところで、お腹周りを伸ばしてあげたり、ひねったり、動かしてみてください。最初より体が動かしやすくなっていれば全然 OK です。そしてこれを何回も継続して続けていくと、お腹周りは簡単にへこんでいきます。そしてこれをマイペースに継続してやっていけば、あなたのお腹はみるみるへこみ、より美しいスタイルになっていきますので、諦めずに一緒にやっていきましょう。そして最後に痩せるための飲み物3つをお伝えして今日は終わろうかと思います。ではいきますね。1、ブラックコーヒー。2つ目、緑茶。3つ目、レモン白湯。これを食前食後に飲んでいただければ、内臓機能を効率よく働かせることができて、体の中の老廃物も出やすくなっていきますので、最初に行った体操をやりつつ痩せる飲み物も飲んで、これからも美しく、そして綺麗な体を保っていきましょう。この動画を見ているあなたを私は応援していきます。皆さんにお知らせです。こちらの動画も一緒に行っていただければ、さらに脂肪燃焼効果が高まっていきます。なのでぜひ一緒に行ってみてくださいね。 YouTube を見ている方からコメントをよくいただくんですが、もっと皆さんでこのチャンネルを盛り上げていきたいので、どんどんこの下にあるコメント欄にコメントを残していってください。そして皆さんで情報を共有して、お互いに高め合っていきましょう。そうすれば皆さんのやる気もアップして、一人で頑張っていることがなくなっていきます。なので皆さんでどんどんコメントを盛り上げていってください。皆さんのコメントをお待ちしています。運動はできてるけど食事制限をどうしたらいいかわからへんというそこのあなた、 YouTube のチャンネル名の横にあるメンバーになるを押していただいて、怠け者の健康美容チャンネルの公式 LINE アカウントに登録していただければ、お食事に関することはもちろん、その他ダイエットについてのご相談などお受けすることができますので、自分じゃわからないという方はぜひ登録してくださいね。体操も頑張ってやってるけどあんまり変化ないなぁという方は、当院のホームページから LINE 公式アカウントに登録していただき、そこから当院に直接ご LINE ください。そうすれば直接お悩みを聞くことができて、お体の悩みを解決することができますので、ご連絡お待ちしています。外で運動するのがめんどくさい、ハードな運動ができない、少しだけ体を動かしたいという方は、このチャンネルの体操エクササイズを行っていただくと、体が動かしやすくなり、血液やリンパの流れも良くなって、体の代謝も上がり、どんどん痩せやすい体になっていきます。ぜひ私と一緒に体操をしていただいて、より美しい体になっていきましょう。では最後までご視聴ありがとうございました。それではまた。